甲状腺検査につきましてご質問をお受けしたいと思います。はい、どうぞ。 LCM プレスの足取りといいます。よろしくお願いします。甲状腺検査と血液検査にも関連するのですが、年齢別や性別ではなく行動記録との外部被曝線量との相関で発表はされないでしょうか。プライバシーでは地域ではなく外部被曝線量とのどの程度と相関があったか。ありがとうございます。それに関しては今のところ、ここに統計処理まではしておりません。今データの突合をしているところでございます。平成23年度に、10名判定されたという方についての外部被曝線量などは出しておられないということか。個人的にはお聞きしておりますけど、いわゆるちゃんと前例を統計学的にきちっとっていう捉え方はその方だけじゃなくて全員を同じくやらなければいけませんので、同じ時期の人をこれから合わせていくということになります。はい、すいません、質問は挙手でお願いします。他の方質問ございますか。回答がいただいていないと思っておりますので、私そのうちの何名かを存じているのですが、かなり外部被曝線量の高い地域の方々ばかりでしたのでその10名についてどの程度被曝されていたかは発表する予定はないということですね。考え方としてですね、数名、少数例で、仮定ですけれども一定の線量以上、例えばですね、今おっしゃられた意味で高いとしてもですね、全体の中で、つまりその今おっしゃられたように線量は一定程度高い中には、もちろん、所見があった人だけではないわけですから、評価をする上でその、ある所見があった人たちだけの線量での関係を見るっていうのはやっぱり疫学的にはちょっと問題がありますんで、現時点ではそういうような分析検討をするっていうのは現時点では今のところ考えてないです。 A1、A2 と相関を発表するというご計画は同じです。他にご質問じゃあどうぞ。最新聞社が同じですけれども、関連なんですけれども、今、今回ちょっと確認なんですが、10人の方に、腫瘍疑いがあるということで、そのうち3人の方が確定診断がついたということなんですけれども、残り7人の方は、否定されたわけではなくて、まだ、その悪性にも可能性があるということなのかどうかということと、その10人の方、統計学的にはどうのこうのというのは分かるんですけれども、全員にきちんと、外部被曝線量が推計されているのかということと、されているとしたらどれぐらいの線量、幅で言うとどれぐらいなんでしょうか。検討会でお話した内容から出ることはないと思うんですけど、今あくまでも細胞診の結果をお伝えしたまでで、我々は二次検査を施行して、その23年度のものはほぼ終了ではないですけど、まだ来られない方もいますけど、ほぼ、予定がずっとそう予約が入ってこないのでしばらく来られないんだろうということを想定すると、このくらいで、固まってある程度落ち着いたというところで、細胞診等のこの二次検査の実施状況をあくまでもお伝えしたまででありまして、その結果細胞診からはそういう悪性ないしは悪性疑いという結果が出ましたので、それに従って今度は通常診療でそれぞれの個人に対して今検査を進めているところですので、最終結果というのは今のところはまだお知らせする時期ではございません。毎日新聞の日野です。基本調査の方では市町村別の線量推計表が出ているんですが、甲状腺検査の方では市町村別の例えば A2 が何パーセントとか B が何パーセントというのは出てませんよね。でこれを出すつもりはないのか、出さないとすればどこ誰がどういう判断をして出してないのかというのをちょっと教えていただきます。お答えしますけど、決して出さないって決めてるわけではないのと、まず、A1、A2 の話だけをされてますが、BC 判定のこともありますので、その一覧表みたいなのがないんですか。BC 判定、地域別ちょっと待ってください、お答えさせてください。BC 判定のこともありますので、それに対しては慎重な対応とか、数が少ないんですので、BC 判定が非常に数が少ないですので、地域が非常に同定されて、本人に迷惑がかかる可能性があるということは、十分に配慮しなければいけないと
ということと、それを将来において、あと現在においても作る作らないというのはまた別の話で、当然統計学的には市町村単位、あと先ほどの占領単位での検討というのは今後必ずしなければいけないことだと思います。現状ではないというふうに考えていいんですか。平成23年度の結果等の表とかですね、例えばもうすでに、作成してあります。それは公表はしてないですか。公表はしてないですね。それはなぜですか。それは公表してないって判断は、先ほどの話の通り、まだあの BC 判定非常に数が少ないですので、個人が同定される可能性が非常に高いということが一つあるので、注意した公開が必要かと思います。すいません、他の質問をお受けしたいと思いますが、判断でもうこれを公表しないということでしてるとしますか。いや、大学と大学センターですね、センターの会議で決定していることで、私個人の問題ではございません。どうぞ。福島テレビの瀬谷と申します。23年度、3万8000人を調べて、10人ががん化その疑いということなんですけれども、先ほどの検討会の中でも、時期的に考えて、これは事故の影響とは考えにくいということでしたが、この3万8000人で10人というのは、もしかするともう少し増えるかもしれないんですけれども、それというのは、その出現の頻度というか、割合から見ると、これは多いんでしょうか、それとも少ないんでしょうか。当初この検査を行うにあたって、今まで小児の甲状腺腫瘍の疫学調査はされてないというのが現実ですので、ストレートにそれを比較することはできませんが、例えば成人例ですと超音波検診をすると非常に、やり方によってはですね、もう今より機器が古い15年くらい前ですが、94、5年の報告でも乳がん検診の時に同時に超音波検診をすると、実は 3.5% の人に甲状腺がんが見つかったということもあります。で、そういうことから日本ではそういうどのくらいの大きさになったらちゃんと発見するか、もう一つは、何度もこれも話しているかと思うんですけど、潜在がんといって冒険の時も見つかる小さいがんが一生臨床のがんにならないと、小さいままっていうものも、報告によっては20数パーセントから10数パーセント日本でも見つかっています。でそういうものがあるというのを踏まえて、我々はこの震災が起こる前から超音波の診断基準を作って、それで適切な診断をするということで、やっています。でそういうことから、この頻度というのは検査の仕方によって相当違うということがございます。ですから一概に今同じ年齢の子どもを比較しているわけじゃないので、ストレートには答えられませんが、防止としてはいろんな検査、超音波検診を行うとかなりの確率で小さいものが見つかるということが可能性としてあるということで、医学的にはある程度許容できるものなのかなということで、今後十分にそれを正確に検証しなくちゃいけないので、疫学調査をされてないということですので、この先行調査を始めたというのはもともとの立ち上がりの理由ですので、ここでそれを全て結論を述べるということはできませんが、今の経過から見るとそういうことが想定されるということです。他にご質問。はい、2列目の向こうから 2人目の IWJ の岩田です。福島県の健康管理スケジュールというところの甲状腺検査の方に生体資料のことがあります。でこの生体資料というのは解放診で出た結果、今はそれはやっていません。血液検査のみです現在は。このスケジュール、生体資料というか、それも生体資料というのであれば、固定した標本ですね、生体資料というか、それを検査に使えるものじゃなくて、検挙するためのプレパラートとしては保存しております。じゃあ現在これを保存管理されているのは医大で管理されている。もちろんそうです。で今後どのような解析や医療の方法というのが考えられているんですか。もちろんこれは長きにわたって見守るものですので、2回目3回目の検診があります。また二次検査があります。そういう時にもまた比較することもあれば、いろんなことがあると思います。
もしそれを研究対象に使うんであれば、また別な倫理委員会等を通さなければいけませんので、現時点で、ある特殊の研究対象に使うということを想定しているものではございません。ただ今後いろいろなことが起これば、そういうものを取っかかりに、そういうことを何か足がかりにできるという可能性はありますけど、その時はまた別な倫理委員会を通すという形です。今は単純に、その、携帯に関しての刑事的な経過を追うための保存として記録として取ったということでございます。他にございますか。では一番向こうの方です。どうぞ。毎日新聞の読み上げでありました、鈴木先生にお伺いしたいんですけども、今回その発表されたその甲状腺がんの3人なんですけども、1人は9月に発表されているんですが、残りの2人はですね、いつごろその確定診断をしたのかというと、もう1回C 判定、昨年前回の展覧会で C 判定の方がいらっしゃって、でちょっと今日の説明の中では通常の保険診療に移行しているという話をされていたと思うんですが、それについてもう一つ具体的に教えていただきましょう。通常の、まずは前者の、いわゆる3人のうち1人は前回の検討委員会で報告した、他の2人についていつの時期に確定したのかというのを教えてほしいということですね。それに関してはやはり時期を同定するとまだ3人ということですので、非常にいろんな個人が同定される可能性がありますので、正確な時期は今のところは教えてきません。ですが前回の検討委員会から今回の検討委員会の間に、確定したということであります。で、後半何でしたっけ。保険診療ね、C 判定ね。 C 判定に関しては皆さん非常に、心配されていると思うんですけど、我々ももちろん、検討委員会で申し上げましたように、一次検査で超音波だけで判断するわけです。普通の診療はいろんな診察をした上で判断するんですけど、超音波だけで見てこれは急いでもう一度来てもらって検査した方がいいだろうという所見があったのでお呼びしたのが C 判定です。で、お呼びした中で、もちろんそれなりの所見があるんですが、極めて急がなければいけないということはなくなったので、ご本人やご家族と相談の上、通常診療の上検査を続けているということです。それに関しては個人の検査ですので、今のところお答えはできないということです。関連してなんですけど、ちょっと少なくとも甲状腺がんではないという理解でよろしいでしょうか。まだそこまで検査が至ってないのでお答えはできません。はい。他のご質問ございますか。前列3人目の方。フリーの木と申しますけれども、先ほどのその甲状腺がんの疑い含めた10人なんですけど、これその他の同時の検査で上乗せの検診を別に検診やってますけれども、その結果というのは出てるんでしょうかね。健康検査の方でやっている上乗せの検診というのと、もう一個その細胞診で判定できないという話があったんですが、意味がよく分かんないんですけども、通常確定するときに最後にやるものだと思っていたんですが、どういうことなんでしょうかというのをご説明お願いします。はい、ありがとうございます。まず前者の質問ですけど、それ健康診査の上乗せに関しては今のところまだ全く私どもの方からデータを合わせるということはしてませんけど、今後そういうことも必要になるかと思いますが、ここの人たちを見てて特に、通常の全く普通の方ですので、特にそういう、エピソードは聞いておりません。で今後は確かめる必要があるかと思います。ちょっとお答えさせてください。で、次の細胞診に関してですけど、細胞診はこれは私自身が書いたところですけど、私どもが書いた超音波の診療ガイドラインにも出てます。甲状腺の、細胞診に関しては約 10% 未満の偽陽性がある、あと 10% 未満の偽陰性があるというのが、これがガイドラインです。ですから、確定ではありません。でそういうことがありますので、やはり手術等組織を取って、組織で確定診断をしたというのが最終診断というか確定診断になります。
今、1つ目の、データを合わせることはまだないということなんですけども、再方針をやった段階で、そういう同様の検査というのはされてないんですか、血液検査であるとか、他の、上乗せである項目というのは、再方針をやられた段階ではやられてないんですか。はい、二次検査の細胞診までやる血液検査の項目というのは甲状腺に関連した検査です。で、それで通常診療に移行すればその人に応じた健康状態に合わせて検査をするということになります。それは個人のプライバシーになりますが、少なくとも10人の方に関しては特別な健康の異常があるということはありません。ちょっと国なんですけどね、そうすると甲状腺がんの方の判定というのは超音波と細胞診だけで3人を判断されたということですか、ね、血液検査と何もなしでそれだけで判断されたということですか。ここの症例に関してはそれぞれございます。細胞診も一つのきっかけですが、超音波診断、そして、臨床診断、いろいろな画像診断がございます、はい、他ですからそれが保険診療に移行するということでございます、はい、すいません、他の方の質問に移りたいと思います。よろしいですか。いや、よろしくないです。先ほどからその司会の方に一つ要望なんですけれども、3ヶ月に1回しかこの検討会やられてないわけですから、もう少しこうちゃんと時間取って会見やるなりですね、説明やるなり、要望としてお聞きします。要望です。すいません、他にご質問ございますか。はい、じゃあ大岩さん、頻度のことなんですけども、昨年9月の会見では子どもの甲状腺がんの場合は大体100万人に1人ぐらいっていうふうに先生のご説明があったと思うんですけれども、それに比べますと、頻度が高いように見えるんですけれども、その辺の違いを教えていただきたいんです。ありがとうございます。まさにそれは疑問に感じられることだと思いますけど、最初に先ほどご質問された方と同じようにですね、やはりこれは超音波検診でやってますので、今までこういうことはされてませんので、単純に比べることはできない。ただ成人例で比べると、成人例で検診をしてなかった人を超音波検診すると、先ほど言ったように 3.5% もがんが見つかることもあるくらいですので、この超音波の精度から考えると可能性は十分にあるかと思いますけど、今までそういうデータがないので、今後これをちゃんと見ていかなければいけない。で、決して、想定ができないような頻度だというわけではないですけど、この値っていうのはやはり先ほども言った超音波を使った検診、韓国とかでもやってますけど、そういうものだとかなり見つかるということを含めて、そういう可能性は十分にあるということです。ただ子どもさんは大人よりもずっと頻度が低いわけですよね。子どもが頻度が低いっていう表現は、今までですから見つかった甲状腺がんっていうのは、首が大きく腫れた人とか、肺に転移したとか、そのレントゲン写真で偶然見つかるとか、あとリンパ節がいっぱい腫れてて、それで偶然見つかる、いわゆる、検討委員会で申し上げました症状のある方です。症状のある方で見つかる時期のものと、症状のない時期の人はいつの時期で見つかるのか、非常にゆっくり育つものですので、場合によっては経過中にまた縮んでまた大きくなるということも言われているくらいの甲状腺の腫瘍ですので、この方の今までこういうことで子どもさんたちは全員80数パーセントも超音波をやってますけど、この方はやらないで、通常の状態で見ていた場合、何歳になって、そういう症状が出て偶然に見つかるのかということはまだ想定の範囲内ですので、今後十分に検討しなければいけないということだと思います。ありがとうございます。どうぞ。朝日新聞の本田といいますが、先ほどの毎日新聞の日野記者の関連でお伺いしたいんですが、せっかく日野記者が聞かれてですね、僕もちょっと回答が分からなかったので、もう少し聞きたいと思ったら、司会者の方が遮られたのでですね、そもそも記者会見というのは、我々ジャーナリストや市民の要望で開かれて、情報公開原則ですから、あまり司会者が応募にならないように、独断でやらないように、それから時間をたっぷり取ってください、私からの要望も一つです。それで C 判定について鈴木先生がおっしゃったように、プライバシーを重視しなきゃいけないということは非常によくわかります。しかし市町村ごとの
その発表というものが、例えば何々町で C 半径のこの甲状腺がのこでとか出たところで、とてもそのなんていうのか、その方が同定されるとは思えないし、常識的に考えてですね、それで先生方もご存じなように、やはり親御さんとかが非常に心配してらっしゃるのはですね、まさに鈴木先生がおっしゃったように、この被爆線量との因果関係とか放射線原発事故との因果関係を心配されているわけですから、例えばこの10人なら10人の方が特定のなんとか村とかなんとか町に集中しているならね、それはひょっとしたらいろんなことを考える人がいるかもしれません。しかし科学者である方々が科学的客観的データを発表することについて、これを発表したら住民が不安に思うだろう、県とか非常に今回の調査ありがちなんですけども、そういうふうに他の要素をその考えること自体が非常にパターナリスティックな判断でよろしくないと思います。だから C 判定について市町村ごとの、もう含めてね、発表することにがなぜダメなのかちょっとやはりわからない、もう一度その理由を説明していただきたいことが一つ、それから100歩譲ってそのご判断を認めるにしてもですね、それだったら数も少なくない A1、A2、これについては市町村ごとのデータを発表していただきたい。よろしくお願いいたします。はい、まず C 判定に関してのご意見ですけど、それは本田さんの意見かもしれませんけど、やはり我々は直接その相手の親と話をしながらこういう判断をしてますので、それはもう我々の医療の問題で、そこの我々の信頼関係を損ねることはできません。ただあなたが言ったように、そんな一例で、市町村を出したくらいでは同定されないという意見と、やはり同定されるんじゃないかという不安と、それはあると思います。あと科学的にちゃんと出さなければいけないというのはもちろんその通りです。です、我々が拙速にそれを出すことで、その我々の対処、患者さんと申し上げるとまだ微妙なところですが、そういう相手との信頼関係を損ねることのないように、そことやはり皆さんへの情報の提示による提示しないことによる不信感を抱かせることのバランスだと思うんです。これは決して皆さんに情報を出さないことを意図しているものでは全くございません。僕らも医学研究者ですので、データを解析して堂々と出したいということがございます。反面、これは何度も言いますけど、研究のためだけにやっているものではないので、これをやりながら進みながらで、我々はこの県民とともにいっぱい批判されてますけど、僕らは県民に寄り添いながら一番の味方だと思ってやってます。その中で、そのバランスが非常に大事だと思うんです。データも直接聞くことがあります。聞きたいよって、やはり知りたいよっていうことはあるけど、自分個人のことを考えるということいろんなことがありますので、そのバランスで我々やってますので、決してそんな長くずっと変えてるわけではございません。それは先ほど出ました我々のセンターの委員会でも十分に検討を繰り返しているところでございます。ありがとうございました。同定されることに、同定することに、そんな何の利益もないわけですから。そういや、だからそれは本田さんの問題で、やっぱりそのご本人たちが心配されていることに関して、やはり寄り添うということも重要なことだと思います。それはそういう人もいればそうでない人もいますので、本田さんの意見が全て同じだったら安心できますけど、そういうわけでもないと。やっぱりいろんな意見がある中で、特にこの最初の方たちをちゃんと見守りながら進めるということも、他の大勢の県民の皆様を見守ることとそれ以上に同じことなので、そこを信頼をいただかなければ我々続けられないと思います。決して二度と情報を出さないということはありません。必ず出しますので、ただそこのバランスというのはどうぞご理解ください。一方で環境省さんの方で長崎とかですね、山梨とかやってらっしゃる県内でも比較できるという意味では、自治体別の公表っていうのは貴重なのかっていうのが一点。それからもうちゃんと聞いてください、私の質問で。もう一点は、その非開示自由、一方でその、情報公開条例というのもあって、そのこれはプライバシーとして非開示自由に当たるものなんですか、その市町村別の評価。後者に関しては私は答える立場にないと思うんですが、前者に関しては当然我々はそういうものを想定しています。ですから何度も申しますけど、我々が本田さんに答えたことと同じです。
考えていることはまず県民に寄り添って県民のためにやることですけど、最終的にはデータをちゃんと解析して それを出すことでまた県民に恩恵を伝えるということは大事なんですけど、その今を同時にできないことを聞かれているだけだと思います。そうすると会津若松とか線量が低いと思われるところの 数字が出てからじゃないとそれは公表できない、そういう趣旨でよろしいですか。基本的にはこの一回り終わらないと全ての科学的な評価はできないと思いますが、途中で出せるものは出していくということだと思います。じゃあなぜ基本線量を出しているんですかね、自治体別の。そこのやっぱり矛盾がちょっとよく分かんないんですよね。確かそこは変だって言われれば確かそう感じられると思うんですけども、まあ、線量に関してはいわゆる私たちが、まあ、疾病とかですね病気を考えるときに線量というのは要因原因の方に分離されるわけですよね、結果じゃなくて。で原因というのはいろいろばらつきがあって、ゼロから高い線量まであるという、まあ、いわゆる要因の暴露状況なんですね。これは甲状腺の、まあ、所見というのは、まあ、今の所見はもともとの、まあ、被曝によるものとは考えにくいとは言っても、皆さん心配しているのは今後そういう病気が発生したらというところで言うと、私たちはアウトカム結果の部分なんですよ。ですから結果がやっぱりみんな怖いわけですよね。もちろん要因も心配ですけれども、そういう意味で言えば結果っていうのは癌であればありなしっていうような明確な基準ができたり、まあ、疑いも嫌ですけれども、そういう意味ではその結果の、まあ、あるカテゴリーごとの分類っていうのを地域ごとに出すっていうことを私たちはしてないっていうんではなくて、現時点でまだ途中経過であっても出した方がメリットの部分と、まあ、現時点で結果については少し慎重であった方がいいんではないかという判断をしているということです。つまりですから同じではないというか、同じかどうかもちょっと異論がありますけど、そこは置いといても、だって普通に考えてください。だって23年度ここをやりましたよ。でしかも今までのご発言では念のために3年後か4年後から増えますけども、念のためにやってるんですよ。ベースとなる調査じゃないんですか。でベースとなる調査でまた会津若松とか線量が低いと思われるところも今後出てきますよ。でその最たるベースになっているのが、まあ、言ってみれば線量が高い地域での今回の調査ですよね。その自治体別の分布表が出せないっていうのはやっぱり今何どう考えてもちょっと理解ができないんです。いや何度ももう同じ話を繰り返しているわけですけど、 BC 判定が極めて数が少ないのでそれで出してないというだけですので、以上です。だから情報公開条例上これプライバシーのためにその際に検討したいと思います。確認したいと思います。3人のその後を知りたいってことですけど、先ほど3人は手術などをしたって言ったんですけど、手術などって言ったら手術してない人もいるんですか。はい、3人は手術を施行しまして、みんなして取り飲んで順調です。特にあれですか、日常生活を送られてるとか、その後の全く問題なく日常生活を送られてます、はい、あとはもう外来診療かな。まあたまにですね、ほとんどもう普通に声が出なくなったり、そういう口は普通になってます、はい。という質問ですけれども、先ほどのその自治体別の数字が少ないから出せないと思いましたが、ではですね、そのどのぐらいの数になると出せるというふうにお考えなんでしょうか。仮に、要するに今後調査が進んでいって人を基準した場合に、3人とか5人とか10人だった場合も、やっぱり数が少ないから出せないと、そういう判断になりますか。もちろんこれは学内のセンターの方の委員会で検討して、疫学的な問題、あとそういう情報が、あと時期の問題もあると思います。検査が経ってしばらく経った後ということになれば多少そういうことが変わってくる可能性はあります。ですから決して何例が出たら出すとか出さないとかじゃなくて、その都度その情報開示に関して検討しているということでございます。山下先生にお聞きしたいんですけれども、山下先生の過去の論文ですと、その要素による、まあ、子どもの甲状腺がんについては非常に、まあ、数ミリから1センチぐらいの、その、まあ、結節であっても、まあ、かなり早くにがん化するということをお書きになっていらっしゃるというふうに思うんですけど、まあ、今回非常にその期間が早いからということで、まあまあ放射能の影響ではないだろうというようなお方の判断が出ていると思うんですけれども、
山下先生の過去の論文などと比較すると若干その断定するには早いのかなというのを改めて思うんですが、今回のこの3万8000において、3人のがんとあるいは悪性が出ているということに対して専門家というかチェルノブイリの経験を踏まえてどういうふうにお感じになっているのか改めて教えていただきたいです。はい、私の論文を読まれたという大前提でお答えしますけれども、基本的にはチェルノブイリでも甲状腺の超音波を行いました。20年から15年前ですから感度精度管理は今と比べたらはるかに劣るという中で、だいたい1万人に1人、多いところで5000人に1人ぐらいの甲状腺がんが見つかりました。見つかった周囲の甲状腺がんは大人と比べて小さくても転移をしているというのが特徴であります。ですから子どもだから、あるいは放射線陽発だからどうこうということはありません。で、2つ目の今回の頻度が全体で見て多いのか少ないのかというのがご質問だと思います。で、単純に考えるとこれは非常に多いというふうに取られやすいと思います。理由はこういう超音波検査をしたことがありませんでしたから。ですから今後、先ほど来ご質問があったように福島県内のこの甲状腺疾患の頻度、これはとても大事になると思います。1年目、2年目、3年目、4年目ですから、これはおそらくきちんと情報も開示していかなくちゃいけないし、きちんとした対応していかなくちゃいけないというふうに思っています。で、最終的にこれの因果関係につきましては、これは線量の評価、あるいは諸々の要因を踏まえて議論がこれから深まると思うので、今たかだか2年です。この2年間で見つかった甲状腺がんの実は詳細もまだ杉先生の方からご発表になってませんので、きちんと検討した上でしかコメントができないということをご理解いただけると思います。そうしますと今回の、調査によってご自身が過去書かれた論文なりですね、発表というのはかなり覆される可能性が、つまり超音波の精度によってそれが覆される、結果というのはその人数対比で、最終的ながんの人数というのが出てくると思うんですけど、それが覆される可能性があるなというふうにご感じになるのかどうか。そういう比較は我々全くいたしません。これは使った機器、精度、それから技術者の度量、いろんなものを含めますから、今の状況と当時の状況と比較することはできないというのは常識であります。で、今回こういう形で超音波を大量の数やるということ自体が初めてですので、ここで出される現時点での情報がある意味で教科書的な役割を担うというふうに考えています。山下先生とあと県にそれぞれお伺いしたいんですが、まず山下先生には、委員構成の検討委員会の客観性って、おそらくこれまでも議論になってたと思うんですが、実施機関として委託されている県立医大とですね、検討委員会で、安村先生もそうですけど、同じ人物がかぶっているというのは、第三者機関としてはどうなのかということだと思うんですが、それを踏まえた上で、今後自身としてどうしたいか、どうされるべきかということを1点お伺いしたいのと、あと県に関してはちょっと質問いっぱいあるんですが、その信頼回復が目的ということで、昨年10月に改善策を立てられたと思うんですが、さらに今回検討を行うとしたことの理由、きっかけ、これ多分弁護士会のこともあるのかなと思うんですが、でが1点目、あと調査の目的っていうのは、つまり不安解消って部分を見直すということなのか、これが2点目、それからあと、委員の選考基準とかですね、そういったことを今後決めていくと思うんですが、これはどこで決めるのか、県の内部で決めて、それに対して例えば県民の意見とか、そういったものを募集するとか、そういったことは考えているのかどうか、それが3点目、以上4つです。私の県はもうすでにもう県に下駄を預けていますから、自身としてのコメント難しいんですが、当初、ご存じのように県が受け入れて、医大がその下働きをして、でこの検討会のメンバーは、放射線の健康影響、十分に分かる人々ということで、法医県、法医県、長崎大学、広島大学、関連機関で県内ということでメンバーの構成ができましたので、これは立ち上げの当初は私、機能したと思っています。ただ、ご指摘のように、今の状況は県が委託をして、医大がそれを請け負って、私は両方の帽子をかぶっているわけですから、私、先ほどお答えしましたけれども、この場合にとどまるのは私個人は不適切だと思っています。はい、この場っていうのは検討委員会の方の、はい、私どもの方のご質問、なぜ順番動くかと思いますけど、なぜ今検討をあり方を検討するのかというご質問につきましては、前回の11月の検討委員会の冒頭でも10月にまとめた改善策で進めるというようなことは表明させていただいております。
その後、今お話があったように、さまざまな状況がありますので、それらを踏まえて、引き続きやります。ただし、いつまでもいつまでもということではなくて、次回、つまり新年度を一つの、節目として、そこまでにというようなことで、改めてその改善のについて現在の状況と方向性を今日お話しさせていただいたということになります。あと2つ目 その県民健康管理調査の目的について、の明文化されたものをきちんと明文化されたものがないというようなところもありまして、さまざまなお話があったような指摘もあります。それは当然私どもの方で踏まえさせていただきたいと考えております。で、3つ目ですかね、委員の構成についてというところですが、これは先ほどもお答え申し上げたように10月の改善策でお示ししたあの方向性の中で、進めていくというようなことになろうかと思います。なお委員を誰が決めるのかということになれば、現在の設置要項では知事というか県が指定するということになっておりますので、そういうことも含めて今後の検討になろうかと思います。以上です。どこで検討するのかというのは県の内部で検討するということですか？はい、私どもとです。あと様々な状況というのは何のことをおっしゃるのか、弁護士会とかそういったことをおっしゃっているのか。そういうことです。あと県民の募集意見とは募集するということは考えてないということですか？特にこれまでも特に何かを機会を設けてということではなく、私どもの方では、随時県民の皆さんから要望意見は届いておりますので、そういうものも当然ながら頭に入れながら進めていきたいと思います。つまりあえて設けるということは今どこ考えてない？それも含めての話だと思います。他にご質問等ございますでしょうか？テレビの瀬谷と申します。もちまして、検討委員会後の記者会見を終了させていただきます。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも本当に